煙の正しい使い方です。こうすれば蜂を怒らせずにはにかめます。はいどうも皆さんたち、北斗クラフター三田です。そうです。JE1.1 号のスナップショットにてミツバチが登場。ミツバチは蜂の巣と養蜂箱に出入りし蜜を貯めます。レベルマックスになったら吸えたハニカムをゲット。刺激すると反撃してきて、刺したら自らも命を落とすなど、ただ可愛いだけでなくミツバチのリアルな習性まで踏襲したとても面白いモブになっています。英語表記の時は E で検索すると蜂関連グッズが出揃って便利だったのですが、19035A から日本語訳が出ましたので分類が大事です。最初は名前がわからないから探すの大変ですよね。ともあれ、クマにはたまらないアップデートです。ミツバチは花をめでます。ミツバチに花を与えると繁殖します。蜂の繁殖って女王蜂だけじゃないの？女王蜂は不在のようですね。働き蜂の繁殖行動を抑制するフェロモンが出てないのでしょう。蜂の巣のブロックです。原木と丸太を足して割ったようなテクスチャになってます。花粉をまとったミツバチが中に入り出てきた時に蜂の巣レベルが1上がります。回収はシルクタッチです。ああ、巣箱破壊した。蜂の巣を破壊すると怒られます。今俺倒したすごいピースだもん。お、あ、ピースだ。ピースだから捧げなかった。ピースは刺されません。イージーだとダメージのみ受けます。ノーマルからは毒が加わり、ハードになると時間が伸びます。針がなくなってるぞ。ミツバチの針には逆さのトゲがついていて、引き抜く時に内臓も飛び出してしまいます。刺したミツバチは死んでしまいます。スズメバチは平気なのにな。心が痛いな。私は膝が痛いです。膝が腕で壊しても怒られます。入れ。お父さん逃げて、俺の家に。てか数が多すぎでしょ。なんか蜂じゃないのが飛んできてる。蜂じゃないのが飛んできてる。お父さんここ、お父さんここ、ああ。ミツバチは煙を煙たがります。試してみましょう。痛そうですね。いや、どう見ても直火だよね。直火だよね。クリーパー、何やってんだよ。やはり。蜂を刺激してはいけませんね。ここまで来れば大丈夫でしょう。あくさ、俺の蜂の巣レベルが最大の5になると蜂蜜を回収できます。煙の正しい使い方です。こうすれば蜂を怒らせずにはにかめます。言いたいよ、キーザが。言いたいよ、キーザが。4つ、取れました。これは、養蜂箱です。蜂の巣と、ほぼ同等の性能を持ちます。天然の蜂の巣はレアなので、養蜂するなら、この箱をクラフトしましょう。5 5 5 5
5。面白い。養蜂箱はハニカム、スイカを木材でサンドイッチすると作れます。あ、4個取れたけど、4個、あ、2つ、2個2個だ。おい、2個2個で4個取れる。実はディスペンサーを使うと安全に取れたりします。瓶詰めできるのは新機能ですね。スイカはハサミで切れます。オブザーバーと組み合わせれば自動化できそうです。どこだどこだ、どこ行ってる。あ、こっちがなんか拾った。上から見た。あ、そっちに、こっちに。おい、蜂蜜には解毒作用があります。満腹度は6、お肉3つ分回復、隠し満腹度は 9.6 です。レッドストーン的には不透過ブロックのようです。今のところ押しも引きもできません。今だけ蜂の花粉にはすごい力があります。これからお見せします。蜂入りの農園と梨のを用意しました。脱走したぞ。私は神だ。すべての蜂よ、すべてのミツバチよ、ここに集いたまえ。はい、ただのコマンドじゃねえか。そうなんです。お、育ってますね。早い早いです。マイルドなコップンといったところでしょうか。これは面白いものが作れそう。最後にディスペンサーの新機能、瓶詰めを醸造に取り入れると、まだガラス瓶の状態でスタックしておいて、使う分だけ水を入れるってな感じでスペースを節約できたりできそうです。はい、というわけで JE1.15 で実装、ミツバチの習性、蜂の巣、養蜂箱の作り方、ディスペンサーの新機能でした。可愛くて楽しくて便利で、生き物の生態も学べる蜂さん、マインクラフトは本当に素晴らしいゲームですね。それでは皆さん、またね、バイバイ。クマのプーさんじゃねえか。何が蜂蜜取れ。ちょっと意味が分からない。